カピラボ。皆さんどうもこんにちは。ハイスペック大好きカキさんです。今回はミニズフォーラムさんから最強のミニ PC を提供していただきました。それがこちら、エリートミニ HX90 となります。超ハイスペックなライゼン9を搭載したミニズフォーラムエリートミニ HX90 のレビューをやっていきます。販売時期は9月中旬。現在予約販売受付中で1万円オフを実施しています。価格はメモリと SSD なしのベアボーンキットで72,690円。16GB メモリと 256GB の SSD を搭載して89,690円。SSD が 512GB になると93,690円。差額は約4000円なので、512GB をチョイスした方が良さそう。スペックもハイスペックですが価格も結構なお値段です。それではスペックを確認していきますが、今回はレビューサンプルですので異なる部分がありましたらご了承ください。レビュー品のスペックはこんな感じ。OS は Windows 10 Pro を搭載。メモリは 16GB。ストレージは 256GB となります。CPU はノート用では最強レベルの AMD Ryzen 9 5900HX プロセッサーとなります。この CPU を搭載したノート PC はゲーミングノート以外ほぼないんではないでしょうか。しかもほぼ20万超えのノート PC ばかり。先ほど、価格も結構なお値段と言いましたが、この CPU だとしたらお買い得なのかもしれない。それにこの CPU は普通に性能が良くて、デスクトップ用の Ryzen 7 5700G と同じぐらいの性能を持っているとのこと。これはかなり期待できそうですよね。それでは早速開封していきましょう。まずは箱の中身を見ていきましょう。入っていたのは説明書と本体。本体の梱包はかなりしっかりとしています。そして電源コードと AC アダプター。もちろん PSE マークも取得されています。そして HDMI ケーブルは相変わらず短い。これはもう少し長くしてほしいですね。モニターの裏につけるマウンタも付属しています。ベサ規格のものです。あとは 2.5 インチストレージを増設するためのコネクタ。ストレージを固定するためのネジ。初心者マークのようになったゴム足。スタンドがついていました。異常がない容物ですね。必要なものはしっかりと入っています。本体はカロリーメイトのようなゲーミング梱包材に覆われていました。本体のサイズは横約 195mm、縦約 190mm、厚みは 60mm でした。重量は約 1.2 キロでそんなに重くもありません。縦置きもできるので置く場所には困らないと思います。厚み以外のサイズ的には Mac mini に近いのかなという印象。デザインも凝っていてなかなかかっこいいです。真ん中の通気口になっている部分や黒い部分は、炭素繊維製とのこと。デザインはパッと見おろし金みたいな感じ。色味に関しては光の当たり具合で青っぽく見えたり黒っぽく見えたりします。これはなかなかかっこいいですね。見た目以外にもインターフェースもしっかりしています。正面のインターフェースはこんな感じ。一点残念なのはタイプ C がサンダーボルト対応じゃないこと。これは AMD マザーだから仕方がないけどね。そして背面のインターフェースはこんな感じ。なんと映像出力が4系統もありました。DP が2つに HDMI が2つ。これは株や為替をやる人にはめちゃくちゃ良さそう。チャートや取引画面など複数出力したい人にはいいですね。そしてちょっと不思議なのが背面のインターフェースにもマイクとイヤホンの出力端子がありました。これをつけるなら USB をつけて欲しかった。まあ、それはちょっとわがままか。ちなみに左右側面は吸排気口となっておりました。また、このパソコンは拡張性にも優れておりストレージの増設やメモリの交換はできるようです。しかし増設の際にはいじり止めトルクスネジを取り外す必要があるので、専用ドライバーが必要となります。構造的にはこのようになっているので、2.5 インチストレージを増設するだけであれば裏蓋を外すだけ。メモリ交換をするとなると、基板を取り外す必要が出てきそうですね。また、裏蓋はネジ以外にも爪でしっかりと固定されていました。蓋を外してみるとこんな感じ。ストレージスペースが見えましたね。とりあえず今回は増設する予定もないので、各部紹介はこのくらいにして性能を見ていきましょうか。PC を使用するためにまずはセットアップからですね。HDMI ケーブルを本体に接続。AC アダプターも本体に接続します。あとはキーボードとマウスですが、ミニ PC を使うのであればワイヤレスをおすすめします。この方が配線がなくてコンパクトでいいです。では起動させていきましょう。電源を入れると特に不具合などもなく無事に起動しました。起動後は普段の Windows のセットアップと同じです。しっかりと日本語も選択できます。それではセットアップはカットして、起動速度を見てみましょうか。
起動速度はこんな感じ。電源ボタンとストップウォッチを同時に押して時間を測りました。起動は約19秒とかなりの速さ。結構速くてびっくりしました。速すぎてストップを押すのが遅れてしまいました。セットアップ後の初期状態は余計なソフトウェアは入っておりませんでした。余計なソフトウェアが入っていないのはポイント高いですよね。まずは Windows アップデートを終わらせて、タスクマネージャーを確認してみましょう。タスクマネージャーを開くとこんな感じ。いやー、この子あとスレッド数。いいっすね。ニヤニヤと眺めたくなる数です。メモリやディスクの認識も問題なし。それでは少しブラウジングとをやってみましょうか。ブラウザを起動して、YouTube を見たりブラウジングしたりしてみました。さすがにこのくらいの負荷では全く問題ないですね。動画鑑賞なんかは余裕です。かなり快適ですね。メモリも 16GB を搭載しているので、ソフトウェアの複数起動も問題ないですね。次はベンチマークをやってみましょう。ベンチマークはおなじみのシネベンチ。今回は R23 で計測しました。さすがはライゼン9だけあってスピードは速いです。結果はこんな感じでとても高いスコアを叩き出しました。これは最近発売された APU のライゼン 7500G に近いスコアとなっています。と考えるとこの PC がいかに強いかがわかると思います。この PC は OS やメモリ、ストレージも含んで89,690円。片や CPU のみで51,800円。拡張性や増設、パーツ流用などを考慮しないで単にグラボレス並みに PC であればこの PC 一択かと思います。CPU の温度については最高温度が85度。温度は高めですが、サンプルはサーマルペーストで製品版は液体金属となるらしいので実際は変わると思います。液体金属なんて話題の PS5 みたいですね。製品版はどのくらい冷えるのか楽しみです。それでは次、ストレージ速度を見てみましょう。ストレージの測定にはクリスタルディスクマークを使用。なぜか読み込みの速度が通常より遅くなっていました。通常であれば読み込みは 1900MB 毎秒くらいは出るはず。BIOS の設定かなと思い確認しましたが、項目が見当たりません。ここら辺はサンプル版だからまだ完成されていないのかも。発売前には成熟されていることを望みます。ということで結果はこんな感じ。遅めな NVMe といったスコアでした。一応ゲームベンチマークも測定してみました。測定に使用したのは FF14 ベンチマーク。スコアは5356の普通評価となりました。グラボがないのに普通評価とは、なかなかすごい結果ですね。ちなみに平均フレームレートは37でした。あくまでもこれはゲーミング PC ではないのですが、実際にどれだけのゲームができるか試してみましょう。まずは FPS 系の3タイトルをやってみました。左からフォートナイト、APEX、バロラントとなります。結果から言うと、フォートナイトとバロラントは、アベレージが 100fps を軽く超えていたので快適にプレイができました。Gen 3の内蔵グラフィックかなり強いわ。APEX に関しては、平均 fps が45程度でしたがたまにカクつく程度で設定次第ではプレイできる感じ。想像以上に動いていました。まさかグラボ非搭載でここまで動くとはね。たまにプレイする程度の人であればこういう選択肢もありなのかも。次に他の3タイトルもプレイしてみました。左からンコダイス、ボンバーマン、原神です。ンコダイスに関しては上限の FPS までしっかりと出ていました。それに対し、ボンバーマンと原神はだいたい平均が 40fps 程度。少し低いように感じますが、全く問題なくプレイはできました。特に原神は30出ていればプレイは可能ですからね。先ほどのタイトルも含め、軽い 3D ゲーム用途なら問題なさそうな雰囲気です。レスポンスも良くていい感じ。ちなみに公式の FPS 測定では、こんな感じの結果が出ているようです。私の測定では、APEX は平均 60fps 出ませんでした。しかし驚いたことに、低設定ではありますがモンスターハンターのアイスボーンがスムーズに動きました。いやー、これはびっくりしたね。重量級のタイトルがミニ PC でプレイできるとは思わなかった。それに平均は 50fps 程度出ていました。モンハンが動いたのにはマジ感動した。それではゲームはこのくらいで、最後に動作音の話をしてまとめに入りましょう。動作音に関しては、静音性はかなり高い方だと感じました。実際の音を少しお聞きください。これはシネベンチやゲームで負荷をかけてる状態なのですが、そんなにうるさいと感じるような音量ではありませんでした。音量的には大きい時で 45dB くらいなのかな?といった感じ。負荷がかかっていなければもっと静かです。ミニ PC の中では静音性も高いのではないかなと思います。
ということでここまでほぼベタ褒めなレビューでしたが、気になる点もあったので話をしておこうと思います。まずはストレージに関して、読み込みのスピードが本来持っている性能の半分程度というのが気になりました。そして気になる点の二つ目としては、使用中に数回フリーズや電源が落ちてしまったこと。いつもにもサンプル品だからかもしれませんが、まだ成熟してない部分があるのかもしれない。これに関しては製品版ではさすがに解決してきてくれると思います。頼みますよ、ミニズフォーラムさん。そして三つ目、給排気口の隙間が大きいのでかなりホコリを吸い込んでしまいそうなこと。本体にメッシュのフィルターとかもついてないので、掃除の時は分解が必要になりそう。ここは人によってはネックになるかもしれないですね。ということで気になる点も数個挙げましたが、今回のこの PC は私的にはありだと思います。グラボ非搭載のミニ PC 用途であれば、5000番台の APU を買うよりこっちの方がいいですね。そう感じました。ということで今回はミニズフォーラムのエリートミニ、HX90 をレビューしました。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方は参考にしていただければと思います。では、いつも見ていただきありがとうございます。それではまた、バイバイ。Gen 3のノート用 CPU も結構進化してるんだね。このミニ PC すごいわ。